名古屋市立滋賀中学校は、愛知県名古屋市北区中丸町にある名古屋市立中学校。交渉は、公明より、志と中の字を組み合わせ図案化したもので、昭和22年5月に、当時の職員、保護者より公募したものより定められた。1947年、伊藤勝夫1950年、黒石正夫1951年、 坂上広史1956年、加藤久雄1959年、近藤新茂1964年、浜岸、清一19市1966年、幅年を1972年、田代中穂1975年、今井幸夫1979年、長谷川敏弘1982年、浅野幸彦1983年、 近藤隆三さん1987年、福岡笠野1991年、栗山敏夫1995年、鬼頭吉郎、愛知県小中学校市によると、生徒数の変遷は以下の通りである。委員会活動として、生活委員会、美化委員会、保健委員会、体育委員会、図書委員会、文化委員会、給食委員会、環境委員会、 選挙管理委員会がそれぞれ活動を行っている。部活動として2020年度は男子バスケットボール部、女子バスケットボール部、サッカー部、水泳部ソフトボール部、ソフトテニス部、男子卓球部、女子卓球部、ラグビー部、ダンス部、合唱部、美術部がそれぞれ活動を行った。2020年9月、 CBC 子供合唱コンクールで最上位の優秀賞を受賞した通学区域は以下の通りである。ありがとうございます。